元気でしょうか。私は元気でーす。はい、それではね、今日も早速薬局始めてまいりましょう。本日はね、今旬のインゲン、ね、インゲン豆、これ結構ね、あちこちでお安く売ってるので、これいっちゃおうかなみたいな。はい、そして、お魚ソーセージ、まあ、魚肉ソーセージですね。はい、そして紅しょうが、ね、これを使って、一品作っていこうじゃねえかと思います。はい、それではね、早速始めてまいりましょう。はい、まずですね、インゲンですね、はい、インゲンの筋パッカンパッカンパッカリーナと取ってください。硬いなこれ。これ筋なしインゲンですね。こう筋のないインゲンもねあります。なくてもこの尻尾のとこ枝のとこ、ここだけはね直近と取ってください。これ非常に硬いんでね、あとはついてないですね。はい、オッケーオッケーです。筋のあるやつはね、ガツンガツンズルリンゴ取ってください。はい、そしてまあ3分の1カットぐらいでいいんじゃねえのみたいな感じで、はい、こちら片栗粉ですね。はい、内粉ですね。はい、内粉をします。はい、そしてじゃあちょっとガンガンいっちゃいますね。はい、魚肉ソーセージ、まあ、1本ぐらいでいいかみたいなね、あとはちょっとおやつにかじったるびーみたいなね、感じではないでしょうか。はい、これどうやって開けるんだっけ。これか、ここをつこれば金婚缶でいいので、ガツン出す。開かないよ、開かない開かない。ちょっとここちょきんと切って、デンデデンデンデン、はい、オッケーオッケーオッケーベイビーオッケーベイビー、つこればピンポンパンピンポン、はい、オッケーオッケー。どうするか、これもじゃあどうする、このインゲンと同じくらいのあれか、まあ、太さ長さにするかみたいな。もうこれちょうどいいじゃねえかこの野郎みたいなね。はい、感じです。じゃあこれもインゲンと同じくらいに、3分の1瓶カツですね。はい、3分の1カットします。はい、そうしたらね、インゲンと一緒に、はい、スコロバキンコンカットはもうちょっとこれ8分の1ぐらいでいいのかな、わかんないねーみたいな。はい、こんな感じで打ち越してください。はい、そしてご用意いただくのが天ぷら粉ですね。はい、天ぷら粉の割合覚えてますか。いくつだっけ。カップに、水を 1.5 入れたら同じカップに天ぷら粉1杯ぐらい、それがちょうどいいぐらいとなります。はい、こんな感じでできました。はい、そうしましたら、おーおーおお、コロコロ落ちてるよ。はい、打ち越した順にね、ガツンガツンスリピンコと入れてください。これ打ち越しないとですね、衣がね、剥がれちゃう恐れがあるんでね、はい、打ち粉は必ずねしてくださいね。はい、こんな感じでお願いいたします。はい、いい感じ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 。あ、お前今日何作ってんのってことなんですが、まあインゲンの天ぷら、まあインゲンのかき揚げ、まあインゲンと魚肉ソーセージのかき揚げ、まあ天ぷら、あ、飲みっかみたいな。はい、紅生姜を入れちゃいます。この汁はね、ちょっと切ってくださいね。汁切りします。はい、汁切った紅生ですね。はい、これもこの中にね、紅生を打ち越しないで OKOK です。はい、こんなにガツンガツンツーリーリンロンですね。はい、入れて、はい、あとは混ぜ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 リンリンですね。混ぜリンリンしました。はい、これを170度ぐらいのね、油で揚げていきたいと思います。いや、ポケモン GO もダウンロードしたらもう楽しくて楽しくて、うちの店にもね、3匹いますよ、ポケモンが。あ、ピカチュウって4匹か。最初ピカチュウね、出るみたいですね。未だに捕まっておりません。はい、それではね、早速これ天ぷらにしていきますよ。それではですね、はい、油もね、170度ぐらいにね、設定できましたので、揚げてまいりましょう。まあ、でかいかき揚げ作るときはね、作りたい方は思いっきりね、やっちゃください。ちょっとちっちゃいのもね、上品にこんな感じでどうよってね、少しずつまとめて、静かに入れる。ね、はい、こんな感じで少しずつまとめのよく粉切って、はい、静かに入れる。ね、わかります？作れば十分からまとめて4つか。はい、ぽっちゃんと。はい、こんな感じでお願いいたします。はい、あとはですね、今沈んでいる天ぷらですね、これがね、もう上にカツンカツン釣りビーナーと上がってくると思われますので、そうしたらね、完成の目安となります。はい、それではね、もうちょっと揚げてまいりましょう。
中火170度ぐらいをね、保つとちょうど綺麗なね、天ぷらが揚がると思われます。はい、お分かりになりますでしょうか。沈んでいた牡蠣ですの、これちょっとね単独になっちゃいましたが、浮いてきました。そして表面を箸でちょっと叩いてカチカチ噛めたらね、オッケーオッケーです。まあ、ものの、そうですね、1分30秒ぐらいで揚がっちゃうのかな。まあ、ちっちゃいね、牡蠣揚げなんでね。はい、こんな感じでね、よく油を切って、ね、拾ってください。そしてもこちらはね、必ず油の、天ぷら鍋の火は、もう必ず切ってくださいね。これ切らないとね、もう煙もくもくで、ちょっと火災でも起きたら大変なんでね。その辺のところはきっちりお願いします。はい、そしていつものようにね、このカスですね。はい、カスをちょっと紅生姜があるか、これなんかに乗ってたらうまいよね、きっとね。お好み焼きかなんか使ってくださいね。はい、このカスはさ、たぬきうどんとかもいいかもしれないですね、この紅生姜のね、紅カスって言うんでしょうか。はい、それではね、これで完成になります。はい、そうしましたらね、まあ、天使を引いたお皿に乗っけてもいいんですが、もう本日まかないところはね、まかっちゃうよ、ご飯に乗っけましょう、イエイイエイみたいな感じでね、はい、ご飯に乗っけて、まあ、これだけでもうまいんですが、さらに、はい、玉揚げ、生玉揚げでもいいんですが、このもう余熱でね、揚げ卵ですね、静かに、パッコンと、はい、静かに静かに。まあ、これ面倒くさいんでね、まあ、生卵でも温泉卵でもね、その辺の、まあ、ゆで卵を半熟でもいいかなみたいなね、感じでやられた方がよろしいかもしれません。揚げ卵をですねやる場合は、まあ、お好きな硬さにね揚げてください。そしてこの揚げ卵なんですが、もう180度とかでやると、この卵つっちゃいますんでね、この余熱ですね、160度ぐらいまでキープできれば、もうそれで OK だと思われますが、大体160度ぐらいね、じっくり、まあ、30秒から1分ぐらいか、ね、こんな感じでいいんじゃねえのみたいなね。はい、そうしたらよーく油を切って、はい、この豚骨の上にスコールバー銀行缶ですね。はい、こんな感じで完成となります。それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。うまそうです。テーブルの方にですね、インゲンと魚肉ソーセージ紅生姜の牡蠣揚げドーン運んでまいりました。そして最後にね、揚げ卵ちょっと崩れちゃいましたけどね、まあどうせ崩すんだ OKOK としましょう。はい、それでは早速ね、食していきたいと思います。はい、いつものようにね、すいません、噛んじゃいましたね。いつものように一味唐辛子ガッツンガッツン釣りりんこと、はい、あとはね、お醤油ちょこっと、これね、ウスターソースで食べてもかなり美味しいです。はい、そしてね、こちら、あ、いいですね、これね、昨日の晩酌にした、サバの、あれですよ、塩漬け、まあ、何日塩漬けにしたんだみたいな、かなりうまみ成分凝縮、いいですね、そういう話はね。はい、すいません。はい、それではこうちょっと卵をね、ガムンと、はい、いい半熟じゃないでしょうか。うん、そしてこいつですよ、こいつを玉揚げ先生につけて、玉揚げ先生につけて、こんな感じこんな感じこんな感じ、いただきます。あっ、熱いです。もう食べるときはね、よくフーフーして、食べてくださいね。いただきます。このインゲンのサクサク感ですね、この夏の香り、そして魚肉ソーセージのほのかな甘みとうまみ、卵のまったり感、そしてこの脂っこさを引き締める紅生姜、もう最後最後、いただきます。間違いないですよ。いただきます。あっ、最後、はい、それでは本日の最後まで無駄なしまかない工場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、まあ、インゲンのかき揚げ、インゲンと魚肉ソーセージの天ぷら、ちょっと考えて題名付けておきます。そして動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいコトマーク一票入れていただければ幸いかと思われます。
それでは失礼いたします。またお会いしましょう。すいませんね、今日も簡単で。じゃあね。